こんにちは、さゆたかさん、はい、いよいよベストナインが26日火曜日発表になります、はい、そうだね。まあ、ゴールデングラブはもう一足先に発表されて、はい、またゴールデングラブとはちょっとまたベストナインっていうのは意味合いが違ってきますよね、まあ、だから誰がいるかさ、はい、どこに誰がいるのかとか、はい、ここのポジションスッカスカやなとかいろいろ分かりますよね。あるな、こうやって 見るとな。そうなんですよ。で、やっぱ最近の傾向としていろんなポジションをやっぱり守る、掛け持つっていうことがなんか主流になってきたので、あれだからやっぱこう選びたいけど、うん、半分も出てないしみたいな、そうなってくるとな、はい、選びにくいしな、はい、うん、あとはやっぱり記者さんの印象なので、はい、どうしても例えばリーグ優勝したチームであったりとか、はいはい、まあ、やっぱりこうな、うん、勝利の貢献のためにやってるわけだから、はい、だからまあそこそこのやっぱ成績をね、うん、上げたチームからは選びたいよね。そうですよね、まあ、選ばれて当然だと思うしね、はい、うん、まあ、そういった中で今回は、まあ、豊さんが独自で選ぶ、はい、豊数ベストナインということでセパともに出揃いました、はいはい、じゃあ早速セ・リーグのまずピッチャーからいきましょう、はい、セ・リーグのピッチャーは、まあ、菅野だな。あ、ここはもう文句なしの、まあ、そうだな、はい、まあ、東もいいけどね。あ、そうでしたね、まあ、だけど勝ち星という面ではね、はい、やっぱ菅野の安定感とか、うん、まあ、菅野の方が多く上げてるし、ね、最多勝、はい、取りました。だからまあ、うん、菅野で文句ないかなという、まあ、見事な復活劇というか。そうですよね、まあ、そうだね、まあ、その裏にはね、小林選手がこう、そうだな、目を受けたりとか、まあ、安倍監督がな、はい、セットのように使ってたけども、バッテリーの間で会話をしてるなというね、はい、一球一球のこう意図を確かめながら、はい、なんか投げてたような印象が、あるね。そうですね、はい、さあ続いてキャッチャーですけれども、はい、キャッチャーはもうこれは山本優だよ。そうですね、まあね、うん、本当だったら骨折がなければ、はい、まあ、日本シリーズももちろんのことながら、うん、まあ、侍にも行ってて、主戦で多分かぶってるはずなんだよね、はい、だからそのぐらいやっぱ成長したし、うん、やっぱリード面、バッティング、はい、まあ、両方ともね、うん、すごい成長を見せたなという。そうですね、だからまあ DNA に山本ありというね、はい、雄大のおかげ、うん、ね、もうおかげじゃなくていなくちゃ困るような選手になってきたよね。そうですね、はい、はい、さあ続いてファーストいきましょう。まあ、ちょっと一つ悩みどころだったのがやっぱ岡本いるし、ファーストは、はい、いやしかし、まあ、オースティンというね、まあ、日本一を取った、はい、まあ、首位打者をね最後に逆転して取ったというね、うん、まあ、オースティンかなっていうふうには思うよね。そうですね、これオースティン選手だと初受賞になりますよね。まあ、そうだね、うん、で安定感があったな。そうですね、うん、やっぱ首位打者取るってさ、はい、まあ、これだけ3割が少ない中で、うん、やっぱ3割を打って、まあ、ずっと貢献してくれてるっていうのは、はい、やっぱ安定感を感じたな。でしたね、うん、ね、昨年そしてその前っていうのがやっぱり怪我でほぼ試合に出てないという、まあね、フルフルではっていう中でやっぱり契約最終年で、はい、ほぼフルでほぼフルで、ね、はい、はい、出てこれだけの活躍というのはやっぱりファンも嬉しかったでしょうし、本人もねやっぱりできるんだっていうところで、うん、それはできるでしょいやできるのは分かってるんだよ。そうですね痛々病があるから。そうなんですよ、ね、まあでもハッスルプレーをねする選手だけに、はい、うん、やっぱ抜けないんだよね、怪我するようなところでね、はい、だからまあそこら辺がうまくなるとね、うん、まあ、バッティングだとか、まあ、野球とか、はい、そういうのうまいんだけども、はい、まあ、抜くというところが下手だよねそうですね、うん、来年どうなんでしょうね、ここのメンバーに選ばれるとまたいいですよね。いやそうだな、はい、まあ、どうなのかな、どういう契約かっていうよるなそこ次第でしょうね、はい、はい、さあセカンドです。まあ、迷ったけど、はい、やっぱ印象的にはね、うん、吉川、まあ、すごい頑張ったし、はい、チームをね引っ張れるような選手になったなと思うんだけども、はい、数字を見るとやっぱ牧かなというね、はい、うん、やっぱバッティングはちょっと違うな。そうですね、うん、やっぱりその数字という意味では牧選手の方が上回っています。まあそうだな、まあ、ベストナイン、ゴールデングラブ、うん、はい、はもう吉川も何の問題もなく、うん、っていうことだったんだけども、はい、牧のそのバッティング力ね、はい、攻撃力、うん、まあこれはやっぱりちょっとかなわないな。もうルーキーの時からずっとコンスタントに、まあそうだね、ですよね、はい、すごい、そういう意味ではすごいな。もうねベストナイン、もうセカンドといえば牧選手っていうのが定着してますね、はい、そうだね。さあサードです。はい、村上選手、はい、うん、まあバッティングの方がね、まあ、2冠、うん、はい、ホームランと、まあ、打点ということでね、まあ、取りましたけど、やっぱ守備という面ではすごく気に入らないというか。まあそうですね、まあケチをつけるようで悪いけども、やっぱこうちょっとなんか守備がおかしいぞっていうようなね、まあそういうところを今年はたくさん見たんで、はい、まあそこら辺をこう修正してほしいなって、来年はね、はい、まあだけどベストナインとしてね、うん、おそらく受賞するでしょう。ですよね、はい、ここもやっぱもうサードの定番、サードといえばベストナインの中野選手っていう、っていうのはもう定着。まあ岡本とね、はい、まあ争いをしてたけどもね、はい、まあ争いをして岡本がいい時もなんか三冠王で村上が取っていくしみたいなね、まあ一つ上を行かれてるよね、岡本がね。この二人は永遠のライバルみたいな感じですよね。さあショートです。まあ長岡。はい。やっぱり安定感があったね今年はね。そうでしたね。それと暑すぎてから急成長したというか、バッティングがね。はい、もともと守備はね安定感がすごくあったんだけども、だからバッティングの方も安定感が出てきたな。そうですね、でずっと貝を打ってたんだけど、やっぱいいから上位に持ってきたら、はい、上位でもね活躍してくれたし、はい、だから非常にヤクルトの中心選手として、まあ、成長を遂げたかなという感じはするよね。そうでしたね、今年は。さあそして外野は3名です。ポジション関係なく3名です、はい、サンタナ、はい、サンタナ選手、ヤクルト、まあ、最後惜しかったね。ねいやいや本当にもう取れたと思っただろうな。あ、ね、でしょうね。オースティンがな、あそこでよく打ったからね、取られちゃったけども、はい、でもそれまではずっとサンタナが首位打者で、はい、走っててね。そうですよね、よもや取れないとは思ってなかったと思うけども、まあ最後ひっくり返された、最後の1試合でひっくり返されたっていう。いやだからそれまではすごく安定感もあったし頑張ってたし、はい、まあ打点ホームランもいいところでね、打ってくれてたし、だから非常にこれは文句なしかなっていうふうには思うね。やっぱヤクルトでずっと引っ張っていってたのはやっぱりサンタナ選手だったかなという印象です。さあ続いて2人目、2人目は秋山。はい、秋山はなんかすごく苦しかったろうな。でもな、最後みんなが負け続けて、みんながっていうか広島がずっと負けてる時にチームを鼓舞するような形でね打っていったりだとか、やっぱ技術的にやっぱ高いものがあるな。そうですね、だから非常に安定感もあったし、でも彼本来もうちょっと打てるんじゃないのっていうようなことも感じたし、まあだけどみんなが打てない中でもやっぱ秋山っていうのはコンスタントに、まあ打ってくれてたなっていう感じがするよね。そうですよね。やっぱこのメンバー見てもやっぱり一番こう経験者というかベストナインの見ても、そうだな、もうベテランの域ですもんね。はい、さあ最後ラストは、まあ最後は細川。お、中日の、はい。2年連続というところで非常にプレッシャーがあったと思うんだよね。で昨年やっぱこうキャリアハイを更新していって、で今年を迎えた時にその成績がおそらくプレッシャーになるだろうなと思いながらも、でもそれをこう超えていってくれてたよね。はい、いやだから細川のそのバッティング、まあ守備もそうだけども、はい、まあ非常に中日の中で光ってたかなという。そうですね、まあそれとやっぱこうバンテリンでね、はい、ホームランを打つっていう力もあるし、はい、まあ他の球場だったら30発ぐらいはいってるかなっていうような、まあそういうバッティングも良かったしね、はい、だから細川かな。お、着実に成長を遂げていっている選手の一人ですよね。さあセ・リーグ出揃いました。はい、続いてパ・リーグです。はい、パ・リーグまずピッチャーは。ピッチャーはね、伊藤大海投手。はい、やっぱ完投能力というか、はい、まあそういうところで非常に力を発揮してくれたのと、はい、対有原とこう考えた時に、有原って結構6点取られただとかさ、はい、結構崩した試合もあったんだよね。でも伊藤っていうのはもうギリギリ頑張ってきてたという、はい、それで完投も多いというところでね、まあ伊藤かなっていうふうに思う。確かに伊藤投手と有原投手は最多勝分け合う形になったんですけど、やっぱ完投という数では伊藤投手の方がちょっと上回って思いましたしね。さあ続いてキャッチャーですけれども、キャッチャーは甲斐かな。甲斐選手、まあなかなか他がいるかっていうと、やっぱこうなんていうの、タミヤがね非常に良くて春先飛ばしてたんだけども、まあ結局息切れをしてちょっとこういうベストナインというか賞にはたどり着けなかったんだけども、まあだけどタミヤなんか甲斐をね追随するまあ一番手だと思うし。そうですね。あと森友哉選手もちょっと怪我で離脱。まあそうだな、まあ若月も頑張ってたけどね、まあでもやっぱこうゲーム数とか優勝したとか、そういうことを考えるとね、やっぱ貝かなっていうふうには思う、うん、さあファーストです。まあファーストは日韓も取った山川ですよね、うん、しかいないよね。そうパ・リーグそうですね。やっぱあれだけね1年間棒に振って休んだのに、うん、まあやっぱこうな結構やっぱ力あるんだね。最終的にやっぱりっていうねタイトルっていうところでもそうでしたしね、はいはい、さあ続いてセカンドです。まあセカンドはねこれ悩んだな、はい、いや外崎、外崎と小深田が規定にある程度届いてるんだよね。で太田っていうのも打率はいいんだけどもセカンドを守った試合数がちょっと少なすぎるんだよ、はい、とか牧原もそうなんだ。ああソフトバンクの、うん、やっぱこうレギュラーという、まあ、一つのねポジションだから、うん、そしたらまあできれば半分以上はやっぱ出てないとちょっと対象外になっちゃうかなっていうようなところで、まあここら辺はねもう小深田も外崎もそんなに変わらないんだよね。そうですね。まあだけどチームの成績がまあちょっと上の小深田をちょっと選んだというね。打率もね2割2分とかです。そこまでではないんですよね。そこまで2人にね比べる対象はちょっと低すぎるというかさ、数字がパ・リーグのセカンドってなかなか定着で打率って、いやそれは牧原が、うん、定着してくれればとか、はい、で外崎も本来の力を発揮すればとかね、うん、まあ小深田もそうだけども、で上川端が水野の出現によってセカンドに回るようになったんだよね、うんはい、これがやっぱりこうずっと出れてればとか、まあ惜しい選手はたくさんいるんだよ、はい、だけど数字が伴ってきてないからそうですね。そう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 だからまあ小口ちゃんかなっていうふうに思うね、うん、なんかもうちょっとねセカンドでこのパワーのあるなんか率の残せる選手で試合数ある程度の選手って出てきてほしいですね。来シーズン以降難しいんですかね今パ・リーグのセカンドって。セカンドな、はい、なかなか固定できないよね、うん、それが浮かび上がってきましたねベストナインで、はい、さあ続いてサードです。まあサードは栗原文句なしですね。ここは、うん、まあ栗原はね柳田が抜けてから3番にね定着して、まあやっぱこう穴を埋めていったというね、うん、働きをしてくれたし、はい、まあどこを打たしても打てるバッターだよね。そうですね。頼りになるね。はい。さあショート行きましょう。ショートは源田。源田選手。はい。いや今宮もすごく頑張ってたんだよ。はい、でも源田はやっぱフル出場っていうか全試合出てんだよね。全試合出てるというか、はい、まあそういう選手っていうのは賞に値するよねそれだけで。今、分業制とか言ったりとか、ピッチャーはね、で野手もなんかこう、守備固めを使ってみたりだとか、試合が決まったら出さないとか、ちょっとした怪我で出ないとかいう中で、やっぱ全試合出た源田っていうのは、立派だったなっていうふうに思うね。ここら辺やっぱ今宮選手、源田選手、ゴールデングラブでもね、名前が上がってくるような、そうそうそう、まあいいライバルだけどもね。そうですよね。さあ外野手。外野手は近藤、まあ首位打者を取った、はい、まあ近藤がいなかったらやっぱね、うん、そうですねソフトバンクはどうだったんだろうっていう、まあそれでも強かったとは思うけども、はい、でもその強さをより以上に引き立たしたっていうのは、うん、近藤のバッティングだったかなっていうのは思う、ね、一時期その4番の山川選手がなかなか打てなくて最初、ね、三振だったり、はい、ただその後ろに座ってた近藤選手がその代わりに打つとか、うん、そういったところで非常にやっぱり光ってましたね。そうだね。まあ最後の方のねちょっと怪我があれでしたけれども、はい。さあ2人目は辰巳。はい、辰巳選手。まあこれは記録作ったしね。はい。捕殺取るだけの記録ですよね。はいはい。とか、はい、やっぱこう安定感あったね。バッティングにしたって守備にしたって、はい、そうだけども12球団見てても、うん、一番の安定した外野手だったかなっていうふうに思うよね。最短だ。最短だ。うんうん。だから辰巳はすごく成長したなと思うよね。そうですね、うん、最多安打も取りましたし、セ・パ通してもナンバーワン外野手の MVP の称号でも取れるぐらいの選手という。さあラストの外野手は最後ね、非常に迷った周東とか、うんはい、いるよね、盗塁王とかね、はい、でも小郷選手、いやね、小郷がやっぱ一人だけフルイニングかな、この子。あ、そうだったんですね。全試合のフルイニング、はい、よく頑張ったら大変だから出てみようお前出れねえか出られないですけど頭はげるぞ本当にそうなんですかいやぐらいやっぱ疲れるよ。あ、そでもよく頑張ったと思うよ。でちゃんと数字も残してるからそうです、ね、いや無理して出したんじゃなくて、うん、やっぱ実力で出てるわけだから試合に、うん、だからそういう面では小郷は頑張ったなと思うよな。そうですよね。楽天といえば今年の交流戦の優勝、はい、で小郷選手と村林選手のコンビがこう光ったりとかな、はい、やっぱり小郷選手の名前は常にありましたもんね、うん。だからいや本当に辰巳とね、はい、小郷は頑張ったと思うよ、楽天の中でもね。そうですよね、はい、さあ DH、まあ、パ・リーグはね、はい、ありますけれども、まあレースかな、日本ハムのチームへの貢献度が非常に高かったということで、はい、そうですよね。あの逆転の満塁ホームランであったりとか、ホームランで流れが変わるんだね。ですよね。いやそれとファンの心をこうもう掴んでるからね。ね、そうです、完全に。いやだからそれはもう本当にレースが打つと、はい、もう雰囲気を変えられるという、うん、まあそういうことがすごいなと思ったよね。現地で見てるとね。あ、そうなんですね、うん、やっぱり。でも序盤と中盤っていうのはファーム行ったり来たりとかで、いやあれはね新庄監督がわざと落としたな。あいやだけどやっぱレースが下行っても一生懸命やってたと、うん、で上げるタイミングをこう測ってきて上げて、まあ、打ち出したら選手にもアドバイスしてくれと、うん、はい、そうしたらアドバイスしたらした人間っていうのはやっぱ責任があるから、うん、自分もやっぱ打たなきゃいけない。だからそういう心理をものすごく新庄監督がうまく使ったな、はい、レースを、まあ、豊選的なベストナインの DH でレース選手が取ったということは、うん、そこの陰にやっぱりその新庄監督のそういう操縦法というか、まあそういうのがあったなと思ってさ。でレースは頭がいいわ。あ、そうなんだ。キャンプで1回あったんだよレース、はい、まあ取材っていうかカメラは回さなかったんだけど、こう話をして、うん、日本の野球はどうだみたいな、うん、まあ一般的な話をして、それ以来会ってなかったんだよ、はい、その時に「お久しぶりだね」みたいな、うん、覚えてんのかって言ったら「はい、覚えてる」えどこで?」って言ったら「うん、いやキャンプでこういう話をしただろ」覚えてんだよ。すごい。いやすごいんだよ。だから俺に印象があるのかもわかんないけど多分目立ってたんでしょうね。そうかなかすごいレースっていうのはなんかこうしっかり覚えてるんだって。その時も言ってたもん、うん、日本の野球をすごく勉強したいし、うん、紅白戦でもオープン戦でも、うん、日本のその野球を見ながら、うん、どういうふうな攻め方をこういうバッターにはしてくるかっていうのを見てて覚えてるっていう、ああ、やっぱ賢いんだよね。そうですよね。じゃなきゃそう上がってそんな打てないですよね。いやそりゃそうだ、はい、ということでさあ、はい、豊さん的なベストナインが出揃いました、はい、次回は MVP と新人王ということで、はいはい、これもね新人王なんて本当に一生に1回しか取れないですし、いやそりゃそうだな、はい、まあ名誉があるのかないのかって俺はちょっとわからないんだけどもね。いやでもやっぱ嬉しいもんだろうな。嬉しいと思います。その年のリーグで1人ずつだからな、はい、さらに MVP もリーグで1名ずつ、はい、MVP は価値あるわですよね。それは1年間で一番活躍した選手たちに与えられるものなので、はい、次回はお豊さんの考え、はい、MVP と新人王を紹介していきます。はい。